堂本、おい一平、お前大谷からお金盗んだって嘘だろ。大谷翔平が一番お世話になったと言っていた水原通訳の突然の裏切りで世界中が騒然となった記事が出た時、水原は違法ブックメーカーを運営していた堂本に対して「記事は見たか?」と連絡していたらしい。この堂本は当然水原が大谷の代理で賭けをやっていると思い「記事はデタラメなんだろ、君は偽装工作はしていたが盗んではいないんだろ」と返すと「いや厳密に言えば彼から盗んだことになる、俺はもう終わりだ」と答え、まさかの違法ブックメーカー側をも欺いていたことが分かり騒然となった。いくらなんでもそんなバカなことあるか。そりゃ堂本が分かって対応してたらアウトだからな。堂本、おったまげた。娘とは言ってない。確かに24億円も盗めるとは普通思わんよ。結果的に一平が大谷も堂本も引っかき回してたってこと。映画より映画みたい。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いしますね。コメントも待ってます。